新密寺は、大阪府大阪市天皇寺区にある浄土宗の寺院。三門寛永元年、窓火電車周褒まれ栄玉和尚による会期。大正十二年、原因不明の火災によって、本堂と観音堂が焼失。その際、本尊の阿弥陀如来、地蔵菩薩、微罪天をはじめとした、仏像、宝物が焼失。観音堂に安置されていた十一面観音は何を、 免れる。昭和4年、第22代、リュウホ誉レ商人によって、炭層ダイヤモンドトラス作り、鉄筋コンクリート本堂が再建。心光寺では、心光るという活動名で、ヨガ、音楽ライブ、ワークショップなど様々なイベントを開催している。また、境内にある一軒家をリノベーションした、寺カフェ、カフェ心光るでは、復讐食手作りのスープカレーを、 提供している。新密寺の歴史。新密寺。2019年7月5日閲覧。新密寺本堂。文化遺産オンライン。2019年7月5日閲覧。新密寺本堂。大阪文化財ナビ。2019年7月5日閲覧。新密寺三門。大阪文化財ナビ。2019年7月5日閲覧。 木造11面観音菩薩立像。大阪市。2019年6月30日閲覧。ありがとうございます。